んにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。第7テーマとして運動指導の前提条件ということを細かく話をしていってます。1回目が運動知識の話、ね、1としましたね。で、2としてやったのが目標値ということで、お話をしてました。で、今日からその3つ目、1,2,3 の3つしかない中での3つ目ですね。現在地の確認というお話です。目標値が分かったわけですよ。あれだよ、あの動きだ、あの技だ、お互いに認識しましたと、認識が合いましたと、あれですねコーチ、あの動き、なるほど、目標値が定まった。じゃあそれに向けて現在地どうなの、今の君、あなた、僕、私はどうなの、で現在地ですね、それを感じる、見る、確認するってどういうことですかということを説明するところになってます。意外とごっついね、この現在地の確認に関しては4つありましたから、なかなかごっつい内容になってきますからね、諦めずについてきていただければと思います。早速1つ目、アルファと書きましたけど、緊急性ということ、いわゆるエマージェンシーですよね。指導の緊急性、何が緊急か、緊急性というからには特に言いたい、この時代だから特に言いたいんですけど、非常に時事のテーマですよね。時事のテーマ、なんでそうなの、これを紐解いていきますけども、まず前提として、これ どの時代でもそうなんですけど、運動性器の一回性偶然性、基本はですよ、で何度も言ってます、運動性器の一回性偶然性、指導者として見たその運動形態、運動の状況、運動の内容、それ一回のものなのか、ね、あの子が今、あの競技者が、選手がやった動作、運動、動きは、ね、偶然の一回で出たものなのか、ね、偶然で一回のものなのか、またはですよ、またはいつもの癖なのか、ね、状態の癖、これによってだいぶ違うじゃないですか、指導者とすると。ね、まあ偶然の1回だったら、まあまあそこまで重篤に見ないかもしれない、とかいつもの癖だったら、あれの癖直さなきゃと思いますよね、うん、例えば緊急性と言いながらも、どっちなのか、ね、どっちなのか、これも分かんないと指導のしようがないですよね。またはどっちかによって対処方法も変わってきますよね。どっちであろうと、どっちであろうと求められる即座のフィードバックってことです。当たり前ですよね。そんなの当たり前じゃないですか、なんだけど、運動学ってすごく当たり前のことをきっちりそう把握していこうという態度がありますから、当たり前だけど改めて重箱の隅につつくように、日々のこう指導の状況の自分をに思い起こしてもらって確認していく作業も多分にあると思います。重ねますが、緊急だよ、ね、それが偶然なのか癖なのか、でもすぐ、コーチこれどう、この動きどうだったですか、ちょっと待って、今の動きね、よく考えてから、じゃあ明日明後日言うからで成り立つ話じゃないじゃないですか、ね、やっぱり瞬瞬動く中で、それどう、あれどうっていう形で即座のフィードバックを求められるもんだよね、ということをもって、緊急性ということです。明日考えて明日言うからっていう話にはならない、なかなかならない、まあ仕方がないこともありますけどね、うん、前提はこういうもんですよね、ということ、緊急性を求められる、ね、現在地に対して、今の状態に対して緊急性が求められるんですが、その大前提の前に非常に重要な、私が時事の重要テーマといった意味がここに出てきます。
動画記録再生技術の出現ですよね、うん、しかも驚異的な、まあこれも結局皆さんとこういわゆる動画技術を介しながら対峙させていただいてるわけですけど、これも含めた動画技術の圧倒的なこう出現という今の世相ですよ。いやビデオなんて昔からあるじゃないですか。確かにそう、ちょっと昔を思い起こしていただいて、 VHS の時代とかやっとねこうビデオがこう再生できる時代、 VHS の時代なんかですと即座になんとかってできないじゃないですか。編集だって時間かかるし、うん、そういう時代もありました。さらにその前もありますよね、うん、記録という動画記録ということができる、結局映画もそうなんですよね、が時代になった時の話と今の完全なスピーディーなデジタル瞬時再生、うん、の時代とは違いますよね、うん、だからこそ今よりこの問題性というか課題性が突きつけられている世相、時事の世相をね感じることであります。この即座のフィードバックを求められている中で、すぐ横にある、ね、動画記録再生技術の圧倒的な発展がある。じゃあそこでどうなんだと考えなきゃいけないね、このテーマを出された時に。当然利用するということにはなるんですけど、それにまつわってこの人間と技術の関係って前にもお話ししたことがあったと思うし、覚えてる方ちょっとねブログで書いたこともあったんですけどね、もう一回していただいて、例として書いてますよ。これ人間世界ですよ、絵画界、いわゆる芸術の絵画の世界におけるカメラの出現ですよね。カメラが全世界でカメラが発明されて、じゃじゃん、ね、景色、自分の姿、ね、物、ね、あらゆるものが瞬、いわゆる画像として写真として残せるようになった。これは日本だとちょうど明治時代だよね、当時なんてまだ写真に撮れる人なんて回数限られますけどね、坂本龍馬のこういう写真があるでしょ、ガーってあれも残ってるじゃないですか、写真です。まさにあの時代ですよ、うん、日本で輸入したタイミングは。何が起きたかっていうと、もともと絵画の意味って元来は写実なんですよ。写真なんか当然カメラがない時代ですから、何かシーンを残すっていうと描くしかないんですよ、描くしかない。だから絵画界の真骨頂はやっぱりあたかも存在感のあるように書き切るという技術が非常に重要された、求められた。これ ルネサンス期もそうですよね、いわゆる皇帝、ね、貴族皇帝が自分の存在を後世に残すためにいわゆる画家を呼んで描かせるわけですよ、うん、でいわゆる名画と残ってるんですよ。あれも全部写真です、あの絵画です、写実、限りなく写実ですよね、うん、対象のね、模様だったり人間だったり、景色だったりするわけですよ。点で描いていくっていうようなことに画風または画法が大きく転換をしていったっていう、これ人間の歴史において非常に重要なこのカメラと絵画の関係みたいな、わかりますよね、うん、どこが思いっきり実はスポーツ界がこのど真ん中に今いるんだよってことなんですよ、ね、何回も言いますよ、絵画がカメラが出たことによっていわゆる画家の存在意義っていうのがちょっと危うくなったんですよ。だからせめて抽象画に行って、ね、その芸術みたいなことを維持するわけじゃないですか。同じことですよ。じゃあいいの動画に任せて AI コーチングでいいんですかみたいなこともありえますよね、動画芸術の中で、うん、どういうふうにしてその指導の緊急性、即座のフィードバックというで道具があろうとなかろうと存在するテーマに対してどんどん進めていく、この動画技術、記録技術、再生技術を折り合いをつけながらやっていくんだろうっていうのものすごく問われてる、うん、ね、何気なくこうあることなんですよ、うん、スマホで撮ってすぐね、そんなことあるんですけど、実は同じ状況に今差し掛かっていますねという理解をしてほしいなと思います。
でそれにまつわってじゃあ何をどう考えていくのがせめて、大事なことなのかというのを次に伝えますからお待ちください。この前段で書いてたところの求められる即座のフィードバックという必要性ですね。即座の求められる即座のフィードバック、そういうフィードバック、それと進みゆく動画技術の中でせめて何が言えるのかな、似たようなテーマがここどうですか、5年10年よく言われます、コンピューター、いわゆる IT が発達することによって失われていく人間のこの働く領域、いわゆるこの職種がなくなるとかこの職種残るとかいう論議があるじゃないですか、うん、そんな中で考えるとじゃあ運動指導っていうのは技術とのせめぎ合いの中で、技術との特に動画技術含めたデータ化定量化技術とのせめぎ合いの中で、ね、そういった機械技術には機械技術ではできない人間的領域の確保っていうのはもう絶対的に必要とされてますよね。さっきの絵画の話もしました、ね、写実から抽象化に流れていったように、じゃあ何が残るんだろうかといった時には、さすがにね動画技術を有効に使うっていうのはまあ絶対的でしょう。それは人間の感覚が及ばないところまで記録することができるから、その価値は大いにあると思うんですが、そうではあってもより人間的世界ね、本当に IT でコーチングが運動指導ができるのかみたいな、ね、YouTube でそれこそ YouTube ですけど、ね、動画を買って真似すればいいのかみたいな、そうなっちゃうともう人間阻害じゃないですか。いやいやそうじゃないと、絶対的に人間しかできない領域があるし、さらにそこをアピールする意味で確保していかない、そうでしょ。まあ動画ももうそれ IT 以上使いますけど、やっぱり人間の関与、この部分は絶対的に欠かさないんですというところが落としどころとするならば、運動観察力訓練ということ課題ですけどね、この必要性っていうのは昔以上に、昔もそうなんですけどね、より技術との押される中でやっぱりあの人に習わなきゃこの感覚ね、動画がこれはあくまで道具として使うね、そこで存在意義を残していくことはやっぱり必要なんだなと思います。じゃあ運動観察力で瞬時のフィードバックとするならば、その特性っていうのはやっぱり精度と速度ですよね。いや明後日来週言うからねだと、おい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 、今やった運動は、ね、今日やったトレーニングは来週はもう別物になっちゃってるわけですからね、そういうわけにいかない。まあ速度だし精度ね、いろいろ指導受けたけど結構適当だなみたいな話になりかねない、それもまずいよねという意味での指導者を持つこの訓練の必要性があるわけです。以降ねこの話に続くものは、じゃあそれが何なのということをこのダイナのテーマの中でね、運動指導の前提条件の中で話を進めていくわけですが、その現在地把握の力ってことですね、現在地の確認ですから、現在地把握の力っていうのは実はこういうものを媒介とするということだし、どうですか、こう言われればもちろんそうだと共感してくださるとは思いますけど、世の中で運動観察力訓練ね、コーチング、いわゆるコーチアカデミーにおいて運動観察力訓練ってやります？聞いたことある人、受けたことある人います？大体理論聞いてメソドロジー聞いてやり方聞いて、あとは参加者でとりあえずこう劇のようにしてやってみて、こうだねじゃあ終わりじゃないですか。本当にねこれ言う割にないんですよ。あるべきだと思います、コーチングスクールっていうところって、うん、ない、ほとんどない、大体方法論で聞くだけでしょ。まあ時間的制約含めたそれは限界もあると言われればそうだけど、いやいや全くないのも変でしょってないんですよこれ。いや経験あるがいいじゃないですかっていう話で埋まっちゃうでしょ。いやそれとやっぱち、うん、やったことあるのは絶対的財産だけど、で決してそれだけでもないわけですね。この話、運動観察力訓練の必要性、そこの精度を上げることがせめて、そういった世相の自身の問題性とか改め自身の指導力みたいなところをブラッシュアップする目になりますよ ね、 ね、あんまりここ議論されない、ね、眼力って言いましたけどね、確かにだから眼力の具体ですよこれからの話ね。
そう思っていただければと思います。じゃあ一体じゃあそれ何っていう具体的な内容が入ってきますよ、はい、今度は、アルファの次ベータですからね、ベータですから今度は自己観察、これねかなりごっつい、うん、かなりごっつい運動の自己観察というね次のステップ、これを具体化する内容に入っていきます。今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。